暴力団との関係はちょっとです。軽率をお詫びします。暴力団との関係といえば、安倍首相の方が何倍もすごいです。裁判ではっきりしていますし、国会で山本太郎さんがきちんと質問しています。だから、暴力団は安倍首相に聞いてください。暴力団のことは国会で喋っています。吉本は暴力団でごたごたしてますが、安倍首相の僕は吉本と何も関係がありません。これ以上聞きたい人は質問書を出してください。官僚が文章を書いてくれます。漢字を知らないのです。僕が聞いたのは結婚パーティーがあると。